皆さんこんにちは。11月2日水曜日、今日のスペインニュースです。いつものようにマドリッドの SNJ 日生文化協会メンバーズハウスよりお伝えします。現在こちらの時間で11時2分となったところですが、お天気はこんな感じです。雲もありますが青空晴れています。外の気温が17度、湿度 22%、 部屋の中の気温が21度、湿度 52% 程度です。はい、それではいつものようにこちらにあります画面の方を見ながらお話をさせていただきます。今日のニュースのタイトル、スペインにおける若者層の雇用状況悪化、こういうニュースです。本文を読みます。スペインにおける雇用状況は25歳未満の若者層を中心に悪化している。国家統計局によると、今年第3四半期における失業率は労働人口全体では 12.7% であったのに対し、16歳から24歳の年齢層では 31% に達している。またこれら若者層を対象に行ったアンケートでは、失業中だが1年以内に就職できるという希望を持っていると答えた人はわずか 36%、 そして働いてはいるが1年以内に解雇されると思うと答えた人は 26% に達した。25歳未満の年齢層では、今年第3四半期に失業者が7万1500名増加し、第2四半期と比べて失業者数は 15.2% 増となった。また全年齢層で見た場合、第3四半期には6万800人の失業者増となっており、新型コロナの影響を強く受けた2020年を除けば過去最悪の数字となった。こういった経済状況が続く中、若者たちの 53% は自分自身が中流階級の下層に属すると感じており、中流階級の上層以上に属すると感じる人はわずか 11.4% となっている。また25歳未満の子供を持つ親の捉え方としては、その 45% が自分たちの時代よりも子供たちの生活水準が下がるだろうと感じており、より向上するであろうと感じている親は 30% 程度にとどまっている、こういうニュースです。少し補足しますと、スペインの政府としては新型コロナの危機で随分と雇用がね、なくなったというか解雇が増えて、その後スペインの経済は順調に戻ってきていると、これを一生懸命アピールしていますが、実際のところどうかといいますと、なかなかその雇用が、政府が言っているようには進んでいないと、雇用の復活がね。で、今回のこのニュースで大事な点は何かといいますと、今年の中のどの時期を扱っているかということなんですが、第3四半期、これは何月かといいますと、7、8、9月ですよね。7、8、9月。これはどういう時期かといえば、夏のバカンスシーズンです。このバカンスのシーズンというのは、例年、もう歴史的に毎年、ほぼ例外なく雇用が増えた時期なんですね。バカンスを利用して出かける人が急増しますから、そうしますと、そうした方々がそれだけの人数動くということは、経済も活性化するわけで、特にレストランとかバルとかね、そういう飲食関係、それからホテル業、そういったところでの雇用が同じように人の動きと比例して急増するわけです。それ以外の季節に失業者が増えても、夏のその時期に、ある程度は失業者数、これを何て言うでしょう、年間通じてのその状況を改善できると言いますか、回復できると言いますかね、夏場のその急増で回復する、そういったことが例に繰り返されてきたわけですが、今年のこの夏場を見てみますと、っていうのが今日のニュースの焦点となるわけですが、雇用が本来なら増えるはずのこの時期に減っている。そして本文中になりました、全年齢層で見た場合、第3四半期には6万800人の失業者増となっていると、減ではなくて増となっていると、本来雇用が増えないといけない時期に6万800人の増加となっている。これが新型コロナの影響を強く受けた2020年のこの同じ時期、夏7、8、9月を除けば過去でもうまさに最悪の数字となっているという、ここが大事な点なんですよね。ということで、夏場ほど雇用が増える時期は1年を通して
基本的にはスペインではないわけです。でその一番いい時期を過去には例を見ないほどの悪い数字で終えてしまったということで、まあ、政府が声を大にして叫んでいる割にはスペインの経済のその回復というのは進んでいない、そういったことをまあ示している、ね、状況じゃないかと思います。はい、それ以外にどんなニュースがあったかと言いますと、一昨日月曜日のニュースだったでしょうかね。でスペインの、まあ、簡単にトランス法なんて呼んでるんですが、トランスジェンダーの方々に関する新法といいますかね、法律なんですけども、未成年の、子たちが自分の意思で男女の性を選択するその権利について少しお話ししたと思いますが、それについて国会で討論がですね昨日あったようなんですが、極右翼政党のボックスが時間切れで言いたいことは全部言えなかったということで、まあ、今日の国会続きでこれをもう直接首相に聞くというふうに言ってる内容があるんですが、その質問の内容がですね、男性が例えば女性の更衣室を普通に利用できるのかという、そういう質問ですね、単刀直入に聞きますという。で補足しますと、要するにその男性であっても私は女性ですというふうにその登録を簡単に変えられるようにする、これが今の政府の予定なんですけども、それはつまり登録上変えるだけであって、別に肉体的な手術をしないといけないわけでも何でもないわけです。つまり肉体的には完全に男性である方が役所に行って、私は女性になりますと言って簡単に変更できるようになるわけです。でそうするとその肉体的に男性である人が、まあ、一つの例として女性更衣室を利用できるのかというふうに言いましたが、女性専用となっているスペースを肉体的には完全に男性である方が普通に入っていて当然の権利のように入っていってそれを利用できるのかということを、この極右翼ボックスが今日の国会で首相に直接聞いてみるということを言ってるんですが、政府の方はそういう質問は首相ではなくて平等省の大臣がお答えしますと、こういうふうに、まあ、避けてますけどね。まあどうでしょうね、このテーマ、今までこういうテーマを全然議論せずに即刻この新法案を可決に持っていこうとしている方がおかしいんじゃないかなっていう気がするんですけどね。それからもう一つ、まあこれもねスペインならではのニュースだと思うんですが、最近ねスペインのバスクのスポーツ選手が集まって、例えばバスク出身の選手だけが集まってチームを組む、スポーツのね、でそのチームを組んで、そのチームが世界の国際大会でバスクの代表選手として出場している。それはどういうことかと言いますと、国際大会に出てくるのは各国の代表チームなわけです。例えばサッカーのワールドカップに出ていくのはスペインの代表チームなわけです。そこに例えばバスクの代表チームというのは存在し得ないわけですよね。あるいはアンダルシアの代表チームというのも存在し得ませんし、カタルーニャの代表チームというのも存在し得ない。なぜかというと国際大会でそこに出てくるのは全てのチームが一つの国の代表チームだから。そこに最近私もあれと思ったんですけども、バスクの代表チームがいるんです。それはどういうことかというと、スペイン国内の中の一つの地方であるバスクをバスク国として国としてまるで認めたような扱いになっているんです。でこれはですね、もう昔からカタルーニャがやりたくて仕方がないことで、カタルーニャの代表チームという形でオリンピックとかいろんな国際大会に出たくて仕方がない。でそれを中央政府だけじゃなくてね、これ世界的に世界のそういった大会をオーガナイズする委員会といいますか、そういったところが、いや国と国とのこれは代表選手で競うもんだから国の名前でもって代表としてくれないと参加は許されませんということをやってるんですが、なんか最近私もちらっとたまたま見たんですが、バスクの代表チームっていうのが出てる試合がありました。この辺がねちょっと今問題になってきてるんです。もちろんそれをやりたい、例えばカタルーニャの人にしてみれば、なんでバスクは OK でカタルーニャはダメなんだってこうなりますしね。まあその陰で何が起きているかって言いますと、この話題も何度かここで触れたことありますが、現在のペドロ・サンチェス首相を率いるその政権が
まあ、今一番大きな問題になっているのはその来年度予算案の可決ですが、その可決を行うためにどうしてもバスクの民族主義政党の賛成票が必要になってくる。それからカタルーニャの独立派の政党の賛成票が必要になってくる。そういったところで賛成してもらうために、じゃあこっちの言い分も聞いてっていうふうに向こうから言われるわけですよね。で、交換条件がそこに成り立ってしまって、予算案を通すために、例えばカタルーニャの今指名手配になっているような二権独立運動を行ってきた政治家たちの罪を軽くするような法改正を行おうとしている。またバスクについては、そのバスクの代表チームをまるで一つの国の代表チームであるかのような形で国際大会に参加することに関して、少なくともスペインの中央政府からは文句を言わないみたいな、そういったその裏での申し合わせができてきている、まあ、そんな感じ、まあ、感じじゃないですね、これもはっきりそうなっているっていうのが、まあ、伺われる事象が見られる、まあ、そういうニュースですね。はい、ということで今日のニュースはこれぐらいにしておきまして、いつものように余談の時間に入りたいと思います。余談の時間です。今朝もちょこっとね降りて、スーパーには行かずにメンバーズハウスのある建物の下にある八百屋さんだけね、そこだけちょっと行って買い物してきたんですが、数日前にですね、買うか買わないか悩んでいたカメラ、小さいカメラを結局買ったんですね。で、そのカメラでもう少しこれまで以上に買い物行った時の風景だとかね、あと間もなくバル行きを再開する予定でいますので、まあ、そういった時なんかにちょっとこう中の雰囲気取れるかなと思って小さいカメラを買ってきて今実験中なんです。で、今日も八百屋さん行った時につけて行ったんですけども、これはなかなかうまく撮れてないまあ、そのうち慣れてきたらね、そういった動画も紹介できるんじゃないかと思いますが、もう少し時間ください。なかなか新しいものに慣れるのに時間がかかるようになってきました。で、今日の八百屋さんで買ってきた仕入れの収穫ですが、またこれズッキーニね、ズッキーニ、これはこれ 1.1 キロありますかね、 1.1 キロ、 1.68 ユーロ、 1.68 ユーロ。それからこれキュウリでしょ、キュウリこれ 260g で39センチも、39センチも。で、今コロンとありました、これリンゴね、リンゴ、これリンゴが2つで 400g、2つで40センチも、1個20センチもです、1個20センチも。で、玉ねぎ2つ、玉ねぎこれが2つで530グラム、2つで42センチも、42センチも。そしてアボカド、これが345グラムありますが、1.2ユーロ。そしてじゃがいも、こんなのね5つありますけど、5つで 630g ありました。それで56センチも。それからキウイ、こんなのが 1,2,3,4,5 個。なんかね、綺麗な形じゃないでしょ、なんかべちゃっとした感じよね、こんな感じの、そのもうちょっとこう、なんていうんでしょう、米俵みたいな形したキウイじゃなくって、ちょっとこうべちゃっとへしゃげたような感じのキウイで、まあ形がちょっと悪いやつ、どっちかというとね、だから安売りになっていたんですが、これが5つで 485g ありましたが、全部で87センチも、87センチも。で、そして最後にキャベツ、これですね、キャベツこれが 380g、 ちょっと軽い気がしますけどね、なんかどういうこと間違ってるかも分かりません、49センチも。まあ、とりあえずこんだけ買ってきて、今日の朝のお買い物がトータル6ユーロでした。6ユーロで、覚えてらっしゃる方おられると思いますが、何日か前に、1週間ぐらい前か10日ぐらい前か、骨付きのね、膝下の肉を買ってきて、でこれで煮込みを作るんだといったことがあったと思うんですが、またあれが美味しかったんです、ものすごく美味しかった。で、あれを買った同じスーパーに昨日だったか一昨日だったか行っていたんですが、また同じものがね 20% 割引であったんで、安いもんじゃないんですけども、まあ美味しいものだし、一応2割引になってるし、もう一回食べようかって、もう一回あの同じ骨付きの肘下膝下肉を買ってきたんです。
ということで、またその煮込みを作ろうと思って、その時に入れる芋とか玉ねぎとか、あとトマトも買ったんですけどね、ズッキーニでしょ、あとキノコもありますから、そういったものを入れて、また今日から煮込んでいて、明日以降、毎週木曜日以降、ここではワインが解禁になるんで、それに合わせて作ろうかなと思ってます。はい、ということで今日のお買い物の紹介でした。さっきも言いましたが、もうちょっとしたらカメラの扱いに慣れてくると思いますので、買い物してる時のその状況とか様子とかで、あといろんなものを置いてあるもののお値段なんかもね、直接動画を通じてご覧いただけるようになるんじゃないかと思います。もう少しお待ちください。はい、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。